はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はバーナム効果というものについて解説させていただき、ビジネス系 YouTuber だとか、自己啓発系 YouTuber に対して感じる、なんとなくもやもやとした、うさんくさいなぁという、そのもやもやを、すっきりさせていただければと思います。これ、あくまでも例えなんですが、例えば Web プログラミングのスクールに誘導する前提で、人生とはみたいなことを下り顔で話している人だとか、話し方のスキルを 学ぶといいよ っていう自分の学校に誘導するために、メンタルが落ち込んだ時にはこうすればいいみたいな。ものすごくざっくりとした曖昧なトピックを集中的にボンボン出している人たちっていらっしゃいますよね。今回お話するこのバーナム効果について理解することによって、そういう人たちに対して、なんで胡散臭いなと思えてしまうのか、また胡散臭いなと思えるにもかかわらず、多くの信者がいるのか、その理由が解明できます。バーナム効果を一言で言い表せば。 占い師が使う心理スキルになります。具体的に申し上げると、占いなどにおいて、曖昧なみんなに当てはまるような記述や発言をすることによって、 それを聞いた人がまさに自分のことだけを言っている言い当てているって思ってしまう心理やそういった現象のことを指します1948年にアメリカの心理学者バートラム・ファーという人がある心理実験を行いましたその心理実験の内容については1949年の論文に書かれているんですが大勢の被験者に対してある心理的なテスト性格診断テストみたいなものを受けてもらったんです性格診断テストの結果書いてある10項目っていうのはすべての被験者 全く同じものだったにもかかわらず被験者の人たちにそのテスト結果がどれだけ自分に当てはまっているか5段階で評価してくださいと言ったところ4.26点100点満点のテストだとすると85.2点の高得点を獲得したというわけですこの性格診断テストに書かれている10項目は今ご覧いただいている通りなんですがまさに誰にでも当てはまる曖昧な記述だと思いませんか例えば01番あなたは他人から好かれたい称賛してほしいと思っておりそれに関わらず 自己を批判する傾向にあります誰だって他の人から好かれたいと思っているししかしながら我々ってみんなコンプレックスを抱えていますから自分に対して批判的な感情を抱いてしまうことってありますよねまた09番あなたは外交的社交的で相性が良い時もありますがその一方で内向的で用心深く遠慮がちな時もあります外交的な時もありますが内向的な時もありますよねっていうのはこれ万人に当てはまることだと思いますこの実験で大切なポイント っていうのは3つあります。まず一つ目っていうのは、被験者はその診断結果が自分だけに当てはまっているものだと思い込んでいる、信じ込んでいるという点。そして二つ目、被験者が評価者の権威を信じ込んでいる、今回の実験で言えば、性格診断テストの結果を信じ込んでいるということは、その性格診断テスト自体が適当に作られたものではないという前提に立っている、イコールそこに対して疑いの余地を持っていないということを表しています。そして3つ 3つ目、多少辛辣なことは書かれているんだけれども、分析の内容が基本的には前向きな内容である、前向きな着地点を持っているということです。例えば、03番、あなたは使われず、生かしきれていない才能をかなり持っています。07番、その上、あなたは独自の考えを持っていることを誇りに思い、十分な根拠もない他人の意見を聞き入れることはありません。こういった点を指摘されると、自分自身を認められているという気持ちになりますので、まさ まさに自分のことを言っているんだっていう風により没頭しやすいより思い込みやすいっていうことになりますつまるところよくよく考えてみれば誰にでも当てはまるような曖昧な記述や発言であってもその内容が前向きな着地点を持っていればそれを聞いた人たちはまさに自分だけに当てはまっているという風に 格を起こし、かつその発言をした人に対して疑いの余地を持たずに信じ込んでしまうという話です以上がバーナム効果についての説明になりますが話をビジネス系ユーチューバーや自己啓発系ユーチューバーに戻してみましょう彼らの動画に共通していることというのは必ず前向きになる三つの法則だとか誰にでもよくよく考えてみたら当てはまるような内容でかつ一見ネガティブなトピックであってもこの動画を見ればそのネガティブな ことが解決しますよ私の言うことを信じれば解決しますよという形の前向きな着地点にぐっと誘導していきその結果相手を信じ込ませている信者に仕立て上げているのではないかということです信者になるための要素っていうのは2つ必要でまず一つ目としてその権威者の人が唯一無二の絶対神みたいな状況になる必要がある権威を持たせる必要があるわけですかつこの信者一人一人がまさに自分のことを言ってくださっているんだ自分のこ とピンポイントで話してくださっているんだっていう風に思える状況を作る必要があるってことなんですがこのバーナム効果を使えばその状況っていうのが一瞬で構築することができます。今回の結論ですこの YouTube 上で情報発信している人はかなりいますし私もその一人ではあるんですが人生とはみたいなことをすごくざっくりとぼんやりと話している人たちでかつ最終的には何かしらのセールスのクロージングなどを行おうとしている人たちってかなり要注意 だと思っています人生レベルのことをボンボンボーンと話すにもかかわらず、最終的にはじゃあ自分のウェブプログラミングスクールに入ればいいですよね、だとか、自分の話し方が良くなる学校に行けばいいですよね、みたいな形で、ものすごくピンポイントな全然万人受けしないようなところに無理やり押し込もうとする。本来みんなに当てはまるようなことを話せば、人っていうのは千差万別なんだから、みんなに当てはまるいろいろな選択肢がありますよね、が結論でいいじゃないですか。でもウェブプロググラミングスクールにだから通 言いましょうだとか、話し方が上手くなるような学校に行ったらいいですよみたいな形で、答えは1個しか用意してあげてないっていうことなんですね。今回お話ししたこのバーナム効果というものがあるんだと、バーナム効果という言葉自体を知ることによってかなりの免疫が培えると思います。今回の動画もし参考になったと思う方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご静聴くださりありがとうございました。